はい。えっ、ー、と、阿部仁です。今日はよろしくお願いいたします。えっ、ー、と、僕が東北大学の教授を辞しまして、UCLA の方に、えー、まあ、チェアとなるために、えー、ロサンゼルスに移住してから15年ほどが経ちました。えっ、ー、と、いろんなこう教育的な、えー、試みというのに関わっているうちに、結局、チェアとして10年間、えー、長い間、勤めることになりました。で、今日は、 あのいつもの建築家の立場ではなくて、日米の教建築教育に深く関わってきた経験からですね、未来の建築を育てる教育者の一人としてお話をしたいと思います。ですから、えー J、JC さんのような素晴らしい建築の紹介ということは今日はありません。で今日のお話のテーマは、What i f 予測不可能な未来に向けての設計教育に関する考察というものです。基本的には、 教育っていうのは学生の未来のために行うのですので、えー、それが予測不可能になるということはすごく大問題になりますしかし多分ここにいらっしゃる多くの方々が共感できる数少ないことの一つに我々は未来の予測がつかない現在に生きているということがあると思います、えー、そもそもその未来っていうのはどういうものなんでしょうか最も基本的な考え方は 未来というのは基地のこと側から推測されるこれから起きる事象だというものです。未来とはまだ訪れていないものであり、現在の技術、考え方、生活様式を通じてのみ予測し得るという時間軸上の存在として捉える考え方です。1939年の世界博に向けて、ゼネラル・モーターズや ノーマンベル・ゲティーズによる提案など今世紀前半に見られるあまりにも空想的な光景や馬鹿げた技術はこうした現在は実現不可能な要求を満たし得るユートピアという未来,図未来像の構図を示していますしかしこうした未来へのアプローチは20世紀を通じてし進化を遂げています20世紀が終わりに差し掛かる頃には 未来学者たちは次第に未来を現在のすぐ隣のあるものと考えるようになってきました。彼らは後にディストピア的偶話へと退化していったユートピア的構想に対する興味を失って日々の変化をもたらす驚きや衝撃に焦点を当てるようになってきます。未来の今。 まあ現在とか日常への介入っていうのは、えー、この60年代後期に登場した未来学がもたらした思想です、えー、その中でバックミンスター・フラーが未来学者そして空想家として果たした役割は非常に大きなものでしたフラーが設計したダイマクションハウスは1930年代の技術を使った未来創造の事例とも言えますし40年代に構想し 彼の生涯をかけて開発したジョデシックドームは即時入手可能な最新の建築材料と機械システムによる数多くの未来の投影が可能な環境でした。1970年に出版されたアルビン・トフラーのまあ対策未来の衝撃」「フューチャーショック」はその着名の理由となった1960年代 後期の社会的経済的技術的激変は未来へ現在が収束しつつある状況未来の衝撃のためであるという、まあ、説得力のある主張によって未来学流星の先駆けとなりました超産業化社会への転換に伴って生じた構造上の激変に注目したトフラーは結果として起こるトレンドの更新の加速と その一時性による心理的方向性の消失が、えー、フューチャーインパクト未来の衝撃という状況を生み出したと、えー、説いています、えーと。21世紀の初頭まで続けられたトフラーの未来追跡は彼の予見が正しかったことを証明していますし現在における日々更新され短いライフスパンしか持たない未来の概念と70年代初期に提案された このフュチャーインパクトには多くのの類似点が見られると思います。この写真はジーン・ベルノフスキーによるドロップシティとマッティス・ローネによるフットローハウスですけれどもこの2つのプロジェクトはとてもほぼ同時期に発表されたものとは思えないです未来の観念が発展から衰退まで段階的に到達するのに要する期間はかつて50年と考えられていましたそしてそれが 20年の長さ、まあ、近来近未来という言葉が生まれたわけですけどそういうものになりどん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 その未来ののの期限いいうのは短くなってきてきますその観念を現実化できる活用可能かつ莫大な技術と知識の潜在力が認識されている結果としてこれまで実現不可能な何か途方もない存在として見られていた未来というのがより一般的なもの 日常の未来として捉えるようになってきています。と同時に2010年の BBC のインタビューにウィリアム・ギブソンが述べてますように1960年代には34年続くとされていた現在もニュースや生産サイクルと同じぐらいの極めて短い長さしか持てなくなってきています。えー、止まることを知らない技術的社会的変化の加速。 あるいはまあ少なくとも変化の速度が増大し続けているという認識によって時間軸上において区分される現在対未来の概念というのが崩壊してしまっています。これから起こることとして認識されていた未来から時間という概念が取り払われた場合未来をどう考えていけばいいでしょうか まあこの2つの未来の概念、時間とともにある未来の概念と時間という概念を取り除いた未来の概念を、まあ、ちょっと稚拙ですけれども、僕なりに図化してみてました。左の図では、時間とその時々のトレンドによる座標上にある到達点、あるべき将来の姿としての未来が描かれています。その1つの未来が発展から衰退まで到達するのを50年として、そこから次の 未来ににながっていいくそういう図りますしかし技術的社会的変化の加速により未来の時間限りなく短くなって未来が現代に取り込まれた状態というのはどう描けるでしょうかこれあくまでダイアグラム上の仮定ですけれども特定の方向性が失われてさまざまな可能性に開かれ全てが現在の時世に飲み込まれた状態未来は さまざまな現在の可能性がつくる多元世界というようなものとして、えー、認識できるんじゃないかとまあこの単純な図上ではそう考えられますでこうした未来から時間という概念が取り憑られた時代において将来の環境の構築方法を模索する設計教育も従来のあるべき未来に向かってその道筋を,道筋をつける思考性を指導する行為っていうものから 多様な将来の可能性の数々を共に探る行為といったものへシフトすべきではないかと思っていますちょっと背景の説明がなくなっちゃいましたけれどもこれが今日の僕のお話のテーマですこの設計教育のパラダイムシフトに対してまあ、僕自身がいろいろ試してきた事例を紹介しつつまあ、フォーマット・プラットフォーム・カリキュラムの視点から論考したいと思っています えと現在の建築デザイン教育において考えられる2つの形式についてお話しする前にまず最初にえ日本の建築教育の特殊性について簡単にえお話ししてそれからこのディスプリン型とプロジェクト型の2つのお話に入りたいと思います。ご存知のように日本では建築という言葉は1897年に伊藤忠太によってこれまでの伝統的な建物づくりと一線を画するために作られました。 伝統的なバスタービルダーと誠意の技術を持って建築を設計する建築家が分けられてそして日本最初の建築家が生まれたわけですこの後アカデミズムとプロフェッショナリズムの分離などさまざまな過程を経て日本の現在の建築の職能ひいては建築教育の基礎となる構造というのが生まれていますひ、まあ、一言で言うとですね一つの職能の定義そして職能団体にまとめられている他の ほとんどの国に対して日本ではさまざまな種類の建築が存在するということになります。従いまして、建築の教育にその広がりを持って、むしろその建築の一般教育という形で、建築に関わる他の職能にも向けて、より広いそのを持った教育のシステムは日本で展開されているということになります。これに対しまして、日本 以外のほとんどの国においては、職能上の資格取得に向けたプロフェッショナルスクールとして認可を受けたプログラムを建築学科はその教育の中心に据えています。私が渡米して一番最初に驚きを覚えたことっていうのは、学科にいる全ての学生が建築家になることを希望していることで、えっとクラスの5から10%くらい日本の場合、えー、という状況からはですね。かなり違うものでした。 でこの、えーまあ、職能資格要件を満たすアクレジットプログラムについて、ちょっと UCLA の事例を挙げてお話したいと思います。えー、本学ではこれを MR1 と呼ばれる3年の修士プログラムで行っています。えー、これが MR1 の3年間のプログラムですが、やはり職能学習に絞られて組まれているのが分かると思います。 黄色で示されているのがデザインスタジオのプログラムで全体のクレジットの過半数を占めてですねカリキュラムの中心に据えられています、えー、学生の生活はこのスタジオを中心に回っていて学校によって違いはあるんですけれどもこのスタジオは3年間で建築設計の一通りを習得できるようにシークエンスを踏まえてカリキュラムとしてデザインされています 例えばこれが最初のスタジオでジオメトリーと空間を結びつけていくような学習そして図面化を学びますそして次のスタジオでは構造と空間の関係これはスキンのデザインそして今度はランドスケープこれ守護住宅ですがランドスケープと軍隊としての建築の在り方そしてより複雑なプログラムを大規模建築としてまとめるそして最後はそれらまとまって た構造設備、それから、えー、ジオメトリー、その他の、えー、知識をです、ね、集めて、1、えー、つのコンプレヘンシブな建物の全体としての設計をするというプログラムになっています。そしてその後、えー、っと選択のスタジオであるとかテクノロジーセミナーで、より具体的な建築の、えー、作業をやっていて、例えば、 これ、トンメイさんのスタジオですが、実際の住宅を建てるというようなことをやったりもしていきます。うん、でこうしたカリキュラムというのはですね、8年に1回の NAB、うん、ナショナルアーキテクチャ i t e c t u r e a c c ー e ーの審査プロセスで審査されて、その認可が更新されます。この組織は ACSA、AIA、それから NCARB の 教育職能制度を代表する団体が協力して1932年に設立したものです、えー、全ての建築家資格の前提条件となるディグリーはこの組織の認可を受けたものでなくてはなりません8年に一度の審査っていうのは数日間にわたってですね、まあ、各大学これかなり意気合を入れてやるんですけれどもここでの結果の移管によっては認可の期間の短縮、一時停止、取り消しということもあります ですから、大学のカリキュラムはこの審査とその認可要件に大きく影響を受けています。でここであのもう一つ興味深いのは、米国では日本のような研究室制度というのは存在してなくて、学生にとって教員は組まれたカリキュラムの一部を指導するインストラクターであって、まあ、日本で例えるなら設計というカリキュラムを教える高校の一教科を担う先生だということになります。ですから、 アクレディットプログラムでは NAB の監督下にあるカリキュラムというのが上位にあって、えっ、ー、と、今日の話だと、こうしたやり方をディスプリン型というふうに呼んでいます。まあ、こうしたその職能のあるべき姿から導き出されるカリキュラム中心のディスプリン型の教育に対しまして、プロジェクト型の教育、ここでいうプロジェクト型の教育というのは、 特定の問題に対して様々なリソースを費やして分析・理解・対処する過程を通じながら必要な知見を得ていくというまあ、基本的に真逆の、えー、プロセスを経ていくそういう教育を指しますアメリカの大学ではこの形式っていうのはカリキュラムの最終年度だったりあるいはいくつかのポストグラジエートプログラムで見ることができます えっとここではですね、UCLA の MSAUD、かつてあの m x と呼ばれていた1年間のポストグラジュエートプログラムに、えー、ついてご紹介いたしたいと思います。えー、っとこのプログラムは、私がチェアの時代に、スープラスタジディオというリサーチに特化したプログラムとしてデザインし直して、そのための新たなサテライトキャンパス、アイディアズというのも設立しています。 えとポイントは4つです、えーと。1年間のポストプロフェッショナルディグリープログラムで、えー、3人の、えー、プロフェッサーによる15人ずつのリサーチチームで彼らが組んだ、えー、リサーチプログラムによって、えー、3つのリサーチを1年間やる。そのことがカ、えー、リキュラムになります。そして、えー、とインダストリーパートナーですね。企業のパーートナーと 協力ししたコラボレーションコララボボレレーーシショョンンながら共同研究をするとそして最後ですけれども、えー、と最新のテクノロジー、えー、を、えーまあ、集めたそういった場所を用意するという4つのポイントで、えー、これはあのそれまでのプログラムをですねこれかなりあの先ほどお見せした M ワーク1に似てるんですがこれを読み替えて 1>, 1年間通じた1つのリサーチがやれる形式にしています。で最初の年はですね、この、えー、フラン・ゲイリーさん、グレッグ・グリーンさん、トン・メインさんの3人がそれぞれのテーマで、えー、進めていく、そういうやり方をしています。このそれぞれの先生がそれぞれのリサーチのテーマに合わせたカリキュラムを組んでですね、アシスタントと共同で、そしてまたいろんな企業と コララボレーションししながらプログラムを進めました、えー、これがその企業たちで、えー、っといくつかの事例例例えばニールディナリさんはトヨタとやったりグレッグさんはディズニーと組んだりということをしていますそしてまああの後でお話しますがこのサテライトキャンパスにこういう巨大な作業ロボットを入れたりしながら、えー、ものを作っていく、えー、ハイテク環境を作っています ローティックな環境の中のハイテクな装備という感じでしたけど。えーとまあ、こうして2つの,あの異なる建築デザインの形式について簡単に説明したんですけれども、2つが対比的な生活をも持つことっていうのはお分かりいただけるのかなと思うんですが、例えばディスプリン型は組織的で一貫性があって、まあ ある種こう、堅牢なプログラムですし、これに対してプロジェクト型は、まあ、かなり個人的で場当たり的ですけれども、フレキシブルな印象があるかと思います。えー、っと、一番ちょっと分かりやすいかなと思ったのは、あの2つのプログラムにおけるこれ、公表会の様子ですけれども、えー、っと先生が学生に何か指導している様子のディスプリン型、上のものに比べて、学生たちがゲストの先生たちにこう何かこう主張している。 訴えかけているのののプロジェクト型、下のものこの2つの対比写真が2つのプログラムの性格の違いっていうのをうまく表しているように思います。2つ目の話題はこうしたプログラム特に、えー、っとプロジェクト型の教育のプラットフォームの在り方の2つの事例についてお話したいと思います。 えとプレアビスタに2010年に設立されたアイディアキャンパスというのはこのプロジェクト型のプログラムスープラスタジジを最大限に生かすようにですね特別なチームが特別なミッションを行う場スカンクワークスとして準備しましたスカンクワークスというのはご存知のようにもともとはあの航空機メーカーの、えー、ロッキード社がですね、えー そのある特別な開発するためにやっていた場所でなんかすごい匂いが悪かったのでこういう名前になったらしいんですけれどもその後ですねかなり特別なチームで特別なプロジェクトをやっていくための、えー、なんていうのかな環境とかそのチームことを指すようになりました。えー、っと でまあ、アイディアーズはですね、えー、っとあのハワード・ヒューズが世界最大の木造飛行機スプルスクルスを作った、まあ、本当にスカンクワークスにぴったりな世界最大級の木造倉庫の中に、えー、作りました、まあ、その説明したビデオがあるのでそれをご覧ください Do in a typical academic environment. 通常おお学校ではできないものができます。このハックはキャンパスでハワード・ヒューズが作ったもので、この学際的なさまざまな業界を巻き込んだものを作っています。リソースのプラットフォームというのが考え方で、 新しいことをやり経験しそれから発見をしていくというものです建築家が問題を見て解決策を見つけていくというのが非常に私たちにとって魅力的なところですロボットを使ってその建築物の中の動きを見ていくスペースと特別なクオリティ でロボットを使ってどのようにコンポーネントを動かしていけるかというところに興味があります。ツールがどんなことをできるかということについて質問を重ねていき、この技術的にどういうことができるかということに興味があります。旅行して人に会っていくということが、このスタジオのスペースの中でできる。 魅力だと思いますコンピューターだけではなくということです。実際の問題を見ることができ、実際の状況に対することができます。生徒に今だけではなくて10年後のことを考えてほしいと思っています。これは建築家にとって非常に興味深いものです。 変化ですとか、それから新しいホライズンを見ることができる多くの可能性を見て、その建築という枠を超えてやれるというところが魅力です。 えっとそのためには準備された環境、まあ、プロジェクト型の環境ですから毎年さまざまなことにチャレンジしていく、まあ、インストラクターによっていろんな状況が変わっていくので空間はまあかなりあの古いですけど巨大でフレキシビリティの高いまあ工場のような空間でその中で移動可能な家具を入れて、えー、その中にですねあのこれ別に大きなショップもあるんですが ロボット、これもトラックの上で移動するような、えー、ロボットとかですね、いろんな、えー、VR も含めたいろんな、えー、ガジェットを入れ、ていくというような環境を用意しています。ですから、何か初めに何かをするためにものを準備したというよりは、えー、いろんなことができるようなものをとりあえずぶち込んで、その中で プロジェクトごとにですね必要な人必要な知識必要なものを揃えながら随時動いていくという進み方ま体系的なアプローチというよりも本当にさっき言った場当たり的なことがどうやったらじゃあ可能になるかってことを環境として支えるようなことをしています。 えっとその中で非常に大事だったのは、ですねもちろんこういう環境というのはフィジカルなものだけではなくて、えー、ここはあのプライアビスタといって、ですねロサンゼルスでも、えー、ハイテクな企業がいろいろ集まっている場所でして、その企業の多くとですね、えー、関係を持ちながら強いコミュニティを作るということが非常に大きかったです。そこで えとそういった企業の人たちが集まってこれる場としての学校ということを考えにさまざまなイベントを繰り返していきます。これがオープニングの時のイベントでですからこれ右が通常のレクチャーシリーズあ左がですねで右があのアイディアズのレクチャーシリーズですがもう明らかにあの建築家とかアカデミックな場としての金色の方のポスター レクチャーシーズンに対して、ブルーの方は、えー、いろいろなさまざまな、えー、学際的な関係を持つ、えー、企業が来て話をしています。YouTube。これは、えー、どこだったかなポ、えー、ットアンドドーリーですかね。えー、これは BMW のリサーチチームがボブスレーについて話しています。 えー、スペース X、シーク・ソレイですね、えー、そういうですねあのかなり強い近隣のコミュニティとの関係を持つことによって、よりスカンクワークスとしてのさまざまなプロジェクトにフレキシブルに対応できるような人のネットワークと、えーまあ、リソースを集める、そういった場を作るということをここではしています。 えっと、次に、えー、ご紹介するのは、現在進行中ではあるんですけれども、オンラインプラットフォームとしての、えー、ARCDR3 というイニシアティブになります。これは、えー、ARCDR3Architecture and Urban Design for Disaster Risk Reduction and Resilience というイニシアティブで、えーと、環太平洋大学連合のマルチハザードプログラムの一環としてですね、UCLA とそれから震災の えーまあ、震源に一番近いところにあった東北大学の、えー、災害検とがコラボレーションしながら、官邸平用11の大学と、えー、オンライン上で、えー、コラボレーションしながら、災害に強靭な環境というのはどういったものか、そしてそれに関するです、ねえー、と議論を高め、えー、災害とともに生きる環境と生活の新たな形、イージェネティブアーバニズム。 いうものをです、ね、一緒にです、えっと、こういったあの国際コラボレーションというのはいろいろあるんですが、この場合ポイントになるのは未来館とイリですと u、まあ、c l レの X ラボで、まあ、かなり強力なコーディネーターのチームを作ったということ、それから各大学を結ぶ上においてえ共通のグランドシラバスというものですね。 を作ってそのグランドシラバスをベースにしながら、それぞれの大学がローカルな状況を反映したローカルシラバスというのを作って、そこからいろんなデザインスタジオをやっているということ。それから3つ目は、リジェネティブアーバニズムという言葉ですね、キーワードを作って、これをみんなで再定義して、あ再定義じゃない、定義をして、 これを新しいその環境作りの、えー、いわゆる非常に強いコンセプトとして、えー、立ち上げていこうと。ですから、何、えー、て言うんでしょうね、まずそういうコンセプト、例えばメタボリズムという言葉を挙げて、それが一体何なのかっていうのをさまざまな角度から、えー、協力し合いながら、えー、定義していきましょうと。そそしてててののためのリサーチを重ねていって えー、新しい環境づくりの、えー、コンセプトとしましょうという進め方をしています。これが参加者ですね。でまあ,あのそれぞれ、えー、土水火複合の、えー、それぞれの災害についての、えー、スタジオ研究を進めています。 ただ、これを始めたときにです、ね、例のコロナの環境が、えー、我々のその上に降りかかってきましたので、それを進める上で、えー、っとこのやっぱりオンラインでつながっていくということが予想以上にあの大きなインパクトを持ちました。もともとこれ、オンラインでつながる前提ではあったんですが、そのむしろえどうしてもフィジカルに通常進められるスタジオが、 全てオンラインになるので、だったらそれを突き詰めて、オンライン上で11の大学がつながっている環境をどうやったらマキシマイズできるかということを進めていきます。まあ、あの、幸いなことにウェブサイト等々もありましたし、さまざまな、例えば、えっ、ー、と、講演会を共有していったりですね、レビューを講演しあの共有していったり、あるいはこういった、えー、プレゼンテーションの共有ですね。 例えば学生たちがあの互いにプレゼンテーションをし合ってディスカッションしていくといったようなことも、えー、進めてきました。それからパブリケーション。でまあこれが全体のフローですけれども最終的には、えー、来年の4月にですね、えー、っと日本橋東京の日本橋でこれの、まあ、発表会といいますかあのシンポジウムと展覧会をやる予定です。 えっと、これがその様子ですかね。えっ、ー、と、ぜひあの、宣伝になっちゃいますけど、えー、この展覧会に来ていただければと思っております。あの一つ、やっぱり、えーと、国際的なプラットフォーム、これもそうなんですが、同じように、やっぱりそれぞれの関係性というのは非常にアジャイルで、くっついたり離れたりしながら、 えっとよりダイナミックな関係性の中で教育を進めていくということが可能になってくるそういうことの多分最初の試みとして、えー、興味深かっ,たかったと思います。で最後にちょっと時間もなくなってきたのでかなり駆け足で進めると思うんですが一番ポイントになるところで、えー、想定現地としてのカリキュラムということになります。 の想定現実者のカリキュラムというのは今まで学校の教育というのが現実というのはこういうものなのでまずそのことについて学んでそしてそのことに対してそこで学んだ枠組みに対して現場に出た時にその現実をどう対処していくのかというやり方になっているんですがその、まあ、シミュレーションとしての、えー、と学校の、えー、カリキュラムというのを もうそのまま現実化できないかそのままその、えー、リアルな環境を作っていくというところに踏み込んでやっていけないかというふうにプロジェクト型の、えー、教育システムをうもう一歩進められないかということでいくつかやっていたもので多分そのきっかけになったのが私にとってはこの、えー、アーケードの活動に関わったことだったと思います。 このアーケードはまあご存知のように東日本大震災でさまざまな建築家がいろんなアクションをした中で200名余りの建築家がコラボレーションしながらこの建築家のボランタリーネットワークを展開していったわけですけれどもその中でえまあ3つの考え方があって1つはどうやってその国際的な ネットワークをを使って、えー、地域の復興を助けるかそして2番目は、えー、いわゆる、えー、建築教育の復興をどうやってやるかそして最後は、えー、と災害であるとかそこの復興からの知識をどうやって蓄積するかということだったんですけれども。 その中で、えー、と学生たちをその教室から実際に災害の現場に出てですね、実際のプロジェクトに関わらせていくことによって、えー、教育の復興としようということで、さまざまな、えー、試みがなされましたこれれはあの、えー、とオシカ半島で行われた。 プロジェクトでご覧になって分かるように15の大学から110人の学生たちが参加してそれぞれの浜に入ってそれぞれの、えーまあ、復興を一緒に考えることをいろいろお手伝いするということをやっています基本的にはここはあの学校の外のリアリティでありその学校の外のリアリティーに、まあ、復興支援という形でありましたけれども 具体的に、えー、関わり、具体的に進めていく。その中で、実際に彼らが提案したことが、えー、もちろんあの、ある学校のプログラムという枠を超えて、実際に、まあ、出版という形だったり、実際に建物というふうに、リアリティのとして実現していく。まあ、かなりあのこの時はですね、えーと、実際の世の中のメカニズムに乗ってというよりは、 震災という非常事態の中でその復興という中でですねちょっと一般のその枠組みとは違う形で進んできたものではありますけれどもしかしあるリアリティを作っていくということに学生たちのプログラムがかかっていった事例だと思いますで今度はですねそれをじゃあもうちょっと 未来をどう構築していくのかというふうに関わっていく事例を UCLA のスーパースタジオで行われたハイパーループスタジオのご紹介して話をしてみたいと思います。ハイパーループスタジオはあのご存知のように未来の高速運送システムでありまして UCLA のクレク・ホチス教授が関わったものです。 まあビデオを見てもらうのが一番わかりやすいので。一つの場所から一つの場所に高速で移りたい、こういう夢を持っています。ハイパールプとはどういうものなんですかこれはその航空輸送のようなものです。カプセル。 どこに触れることもなく。が、提案された時に、えっ、ー、と、私の方が、で、ランマスクさんに、えー、コンタクトを取って。そこからのご紹介で、ユシエレが、この企業と、関わることになりました。毎日、何時間もかけて、このトラフィックに、取り組んでいます。ハイパー プロジェクトはソリューションの一つですもうそ。多分これがソリューションになるかもしれませんが現実とはかけ離れています。えー、昔はこんなふうに人間が移動することも考えられました。し,しかし、イーロン・マスクが最近になって青写真を打ち出したのです。そしてそこで出たのはあハイパールートランスポーテーション・テクノロジーはチャレンジを始めました。しかしすぐに分かったのは 彼らにはデザインの専門性がないということで、そこで UCLA に注目しました。このデザインは技術的には非常に難しいと。まあ、これまでとは違うシステムを使うという点が難しいわけです。えー、その 経路これが非常に違うし、物の運び方も違う。だから、この建築でやろうとしていることのは、テクノロジーとソーシャルチェンジ、これを合わせよって実現しようということです。すこういう高速で移動するということ、どんなふうに感じるでしょうか。非常にその力強い推進力が使われています。 だからスピードを感じることなくあっという間に目的についてしまうんです。こういうプログラムには大きな問題に直面していましたが、それを解決しようとしています。そして移動を簡単にしようとしているわけです。うん えーとアーケードからの違いというのはこれは実際に、えー、となてうのかな一般の環境の中で、えー、新しいプロジェクト、まあ、新しいリアリティっというのを立ち上げることそのものにです、ね、学校のプログラムと学,校学生たちが関わってそれを、まあ、ひたすらその実現に向けてプッシュしたというところにあると思います。 えと実際、このえと CNN のニュースが流れた後ですね彼、この会社の,えと何ていうのかなストックというか、がものすごい勢いで上がって、実際にあのかなりの、なんていうんでしょうね、このプロジェクトが実際にえ実現していく方向に向けて大きく動くことができたということがありました。 ここれがターミナルののよううな役割を果たすすとということですねその高速移動安全性はどうでしょうか いろんなアクセントは人間にのミスによるものです。そこれでこれをコンピューターシステムで管理するわけですそ、ね。人間のファクターというものはこの問題を起こさないようになっています。そしてこれがどう未来を変えますかはい、もちろん。サンフランシスコ、それから違う都市にいたのが。掃除し。 この破壊的な変化がこの高速移動によって実現されるのです。えっと基本的にはこのプログラム三年四年ぐらい続いたわけです。で最終的にですねこうこれがどんどんリアリティに向かっていく中で大きな問題になったのは。 えっとこの会社の進め方っていうのが様々に関わった人にストックオプションをこう約束していくわけですが大学の機構としてストックオプションっていうのを受け入れることができないと要はこういったスタートアップに対して今度それがリアルになっていくプロセスの中でどのようにですねこう学校という組織がこう対応するっていうことを ができるのかっていうことが全くついていけなくなってですね、途中で UCL が降りるような形になっています。まあ実際にこの会社がその後そのハイパーループの競争何社かあるんですが、それで生き延びたどうかというのは私は知りません。 えー、ただ、間違いなく、えー、とこの UCLA がかかっている4年間の中で、この会社が提案したハイパーループというふうな、えー、ストーリーですね、一つの現実というものが、想定された現実がかなり、えー、実現する方向に続いてい,向けていったのは、えー、確かだと言えます、えーっと。時間がなくなってきましたが。 こういったハイパーループでやっていたようなことを、じゃあスタジオの中でそれぞれの個人個人でどうやってやるかということを考えて、えー、進めてきたのが、えー、とワークハウススタジオということになります。ワークハウススタジオの前提となる条件というのが、えーと、現代の都市がその居住と えー、労働を分けるというところから始まっているわけですけれども、それがまた合体したら、まあ、実際に今これが再び交わってきているわけですが、そういったその前提の中でどんなことができるのかということを考えていきましょう。Workhouse、えー、s t u d t u i o 直線的なその内部ワークスペースがどう統合再統合されるか。 そしてこのユビクタスな環境でこの世界の中でスペースの定義はもっと緩やかなものになっていってきて活動経験毎日の生活の中でその中の構造を超えていきますもっと誘導的になり相互連結が強くなりかつてない見たことのないものが起こりますそしてアーキテクチャのそのあり方も変わっています最前線でいろいろなあ その環境がオフィスの中で生まれてきています。日種となるコアワーキングスペースがいくつかの産業の中で生まれてきています。この重大な実験、そして変化の中でコアワーキングエリアは新しい広いシフト、テクノロジーのシフトを表しています。そしてライフスタイルを変え、そして シェアドエコノミーの台頭を招いていてますこれはレンズとしてどうは今の現実が世界のけん、えー、将来の建築に影響を与えるかを見るレンズです。リサーチスタディオがコアとなるコアの意味を表すものです。どうやってカタリストとしていくつかの共通、誰にとっても利益のあるその現実的な関係を 構築できるかこうしたアプローチによっていくつかのタイプがあります。これが将来を構築し、そして我々のその現実をどう変えていくかというものを見る助けになります。では、その現在のその集合的な生活の中で建築家の役割は何か、どうやって建築家はプログテックな関係 をつないでいでくかそしてアイデアをどう社会に出していくか、そしてどのようにして経済性にエンゲージするべきか、そしてシェアドエコノミー、居住性、そしてスペースの利用、これにどう建築が関わっていくべきか、そしてその多様化したコミュニケーションがどのようにして仕事、生活に していくかそしてどうやって、えー、実際の空間、そして新しいコミュニティの,その誕生をにアプローチするべき,べきか、COVID の中、こうした研究は加速されています。学生たちはその初期リサーチを2つのグループで進めています。このホールの共同学習スペースでそれを行っています。 SA スタジオのパブリケーションにします。グループとして続け、プログラマティックのエコシステムを使いながら、余裕も働き続けます。ファイナルに向かってデザイナーも働いていきます。2つのスタジオがグループに分かれます。1つは東京の日本橋、もう1つはロサンゼルスでやっています。 ユニークな特徴としましては今あるコンディションに応えるわけではなく自分でエコシステムのデザインをし独特のものを自分のリアリティに合わせた形で作っていきます。セストはエコシステムがどのように機能するかということをサステナビリティの中で で考え実際の世界の状況を考えて提案をしていけますビジネスプランを自分で提案をするわけですこのアプローチはで通常の伝統的な建設のやり方かもしれませんが新しいクオリティを持ったものになりますフラックスで不安定な中でやっていくというものですって言いますが 基本的には学生たちにプログラムをはじめとしてさまざまな予見を組み合わせて1、えー、つの、まあ、世の中でこのプログラムが存在しうるストーリーを作りそれに、まあ、ビジネススクールの先生から来ていただいてビジネスプランというのを作ってですね実際にこれがどのようにしたらどのようなバリューを生み出してどのようなバリューのエクスチェンジによって成り立つのか。 というデザインをさせ、そしてそれを、えー、プログラム、そして建築のデザインというふうに置き換えて、これはあの非常にシンプルなビジネスプランですね。そしてそれを、えーとまあ、あるしビデオにして、えー、実際の、まあ、いわゆるインベスターのような人たちにプレゼンテーションしていくというような機会を作ったりということをしています。 えー、基本的に、えーまあ、ハイパーループスタジオで起きたようなことをそれぞれ、えー、グループレベルでグループそれぞれのリアリティというのをどうやったら実現できるのかということをプログラムの中でやっていこうというのがこのワークハウススタジオの、えー、進め方です、えー、っと時間が <laughs> なくなっちゃったんでここら辺で話を、えー、締めなきゃなと思うんですけれども、えー、っと今日はその 予測不可能な未来に向けての設計,設計教育っていうのはどのようになるのかっていうことを、えー、事例を入れながらまあこうランダムにお話をしてきたわけですけれどもその方向性を持たないさまざまな現在の可能性がつくる多元世界というものを想定したときにそこでそのデザイン教育というのはどうなるかそれはきっと既存の枠組みを習得して そこにリアリティをはめ込んでいくようなディスプリン型の教育っていうものではなくてそこから脱却してむしろ自分が想定したリアリティっていうのを現実化するべく新たな枠組みを作り出していくような、まあ、プロジェクト型の教育にシフトしていく必要があるだろうというふうに、えー、強く思っていますとで。もしかしたらこんな現実が可能になるんじゃないかと。F という視点から 新たな現実をどうやって組み立てるのかそういった力を育てる教育の在り方が必要じゃないかというふうに思っていますまあちょっと今日あ結局最後ドタバタになっちゃいましたけどもまあ今日紹介したお話の中にそのヒントがいくつかあったらなというふうに思っています以上ですありがとうございました